こんにちは。こんにちは。今日は大阪市此花区にある丸三鉄工所にお邪魔しました。はい、ありがとうございます。丸三鉄工所の小林です。すみません、よろしくお願いします。ヘルメットちょっと映ってないんで、もうちょっと上に上げて、丸三鉄工所さんです。丸三鉄工所、ありがとうございます、はい。丸三鉄工所さんは、はい、単管パイプ、はい、足場管とも言うんですよね、はい、単管パイプとか足場管の販売、はい、それとあと加工、そうですね、加工ですね、加工屋さんですよね、はい、鉄工所、はい、加工および販売ですね。加工および販売、そうですね、はい。さっきも工場ちょっと見学させてもらいましたけど、はい、ものすごいですね。そうですね、大量の、はい、足場パイプ、はい、足場管、はい、正式名称は何て言うんですか。そうですね、単管パイプ、足場管、あ、単管パイプもしくは足場管、足場管ですね、はい。まず最初に驚いたのが、はい、ホームセンターで売ってる金額よりも、はい、圧倒的に安い金額で、はい、販売してるじゃないですか、はい。それは何ですか、メーカーから直接、結構日本で流通してるほとんどが、はい、日本製ではなくて、はい、輸入物なんですよね。はい、だいたい月に、まあ、200トン、200トン、300トン、300トンほどを、まあ、買わせていただいて、うん、で自社の工場に移動してから切断したり、あとは足場管で必要なピン加工と呼ばれる加工をしたりとかですね、そういう仕事がもともとメインでして、へ、でそれに伴って、まあ、何年か前から販売をするようになりまして、で、まあ、ようやくいろんな方に知っていただくようになって、今の大阪市此花区にもう本当に毎日のようにいろんなお客様がいるだけ、いる長さを取りに来ていただいて、うん、便利に使ってもらえるようになりましたのでね、うん、で今後もまあいろんな方に便利に使っていただきたいと思っております、うん。それはやっぱホームセンターとかだと、はい、いろんな流通を通るから値段はどうしても上がってくるんだけど、はいはいはい、メーカーから直接仕入れて、はい、で、まあ、その取れる長さって言いましょうかね、はい、4メーターとか5メーターとかっていう長さに、うん、丸三鉄工所さんが自ら切って、はい、でピン加工されてるようなものはピンを自分のところでやるから、はい、値段がゴーンと落とせるっていうことですか。そうですね、まあ変な言い方なんですが、足場管に関してはそんなに利益率があるもんじゃないんですが、まあ、私ども鉄工所ですから、それに伴って加工賃が残るということを大目的でやってますので、はい、ですので、まあ、お客様にはもう安く提供させていただいて、私たちは加工することによって、あ、なるほど、でそれで加工賃が会社に残るということが一番の、今でもスズの単管パイプとか足場管に、はい、ついてる値段には、はい、その加工賃がもうすでに入ってるわけですよね。入ってますね。短いものであればもう1メーターから 1.5メーター、もしくはもうその特寸の何十何センチまで切ることも可能ですから、4メーター52センチとかできる、はい、もちろん、はい、30センチ40センチ含めて、まあ、お客様がいるサイズに切ることができるので、もうこれは関西では丸三鉄工が一番便利じゃないかなと、はい、50センチ刻みでっていうのは、まあ、当然ながら足場感でいろいろ持ってるところはあるんですが、私たちはもうかっこよく言うと受注生産なので、いる時にいるサイズに切ると、はい、ですぐ対応できると、はい、そう、今、ホームセンターで売ってるのはだいたい4メーターとか4メーター50センチとか5メーターとか、そう、50センチ刻みですよね。そうですね、でも一般的には1メーター刻みですかね。1メーター、2メーター、3メーター、3メーター、4メーターですかね、5メーター、6メーター、はい、その加工賃でご飯食べさせてもうてますって言うてる割に、はいはい、その加工賃を込みにした値段にしても、はい、あんだけホームセンターよりも値段が安く売られてたら、はい、ね、やっぱ消費者側としては嬉しいですよね。そうですかね、はい、建設業界の人たちがああいうの使うんやろうなと思ってたんですけど、はい、うちの父親なんかその家の、はい、花壇をね、庭に置いてる植木をですね、はいはい、飾るというか手入れするための台とか、うんうんうん、最近DIY 流行ってるから、はい、ガレージとか、はい、なんかその、収納棚とか、はいはい、なんかそんなんでも単管パイプ皆さん個人でも使ってますよね。そうですね、だからもう本当にいろんな、まあ、柵、あと倉庫、いろんなものに使われてて、まあ少し前でしたらね、まあ、太陽光とかいろんなものに使われる単管パイプ、まあ、もう本当にいつでもあって、
便利だっていうことで、かなり出ましたけどね。で今でも足場管はあの建設、まあ、仮設そういった工事現場で使うパイプだけじゃなくて本当にいろんなところでもういろんなとこをこう見てあの歩いて回ると本当にたくさんパイプがあると思うんですよ。それはほとんど単管パイプと呼ばれるパイプでいろんな柵であったりを作られてるっていうところ多いですね。後ろに見えるのはこれ工場ですよね。そうですね。大きいですよね。丸三鉄工場って書いてるところなんですけどね。そこの中でもう加工して、はい、さっきも見せてもらいましたけど、はい、結構大量の単管パイプが、はい、こうジョキジョキ切られて、そうですね、はい、ピン加工とやらをこうどんどんされてて、はい、でその建設業界じゃなくて個人の方もここに買いに来るのが、はい、ネットで販売されてるんだけど、はい、ネットで注文して、はい、ここに取りに自分で取りに来たらめちゃくちゃ安いんですよね、はいはい、ありがとうございます、はい、もう取りに来ていただくのは大歓迎なんで、でもう本当に前もって言っていただければもうあの1本からでも、はい、どんな長さでも対応できますので、はい、すごい、はい、ホームページは、単管屋 .com でしたっけ、はい、ありがとうございます、はい、単管屋 .com で検索していただけると、はい、丸三鉄工所価格も全て載っておりますので、はいはい、ちょっとこれ皆さんね一回チェックしてほしいです。特に関西の人、ありがとうございました。今回ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。